チェコスロバキアの大統領は、チェコスロバキアの国家元首である。1918年のチェコスロバキア第一、共和国成立以来1992年のチェコ、及び、スロバキア連邦共和国終焉まで存続した。チェコスロバキア大統領の職が空いていた時期には、大統領の職務は首相によって執行された。具体的には、以下の通り。ヤンスイロビー。 クレメント・ゴントバルト、アントニーン・ザ・アーポトツキー、ビリアム・シロキー、ヨゼフ・レナールト、マリアン・チャルファ、ヤンストラスキーを列挙している。支配政党の指導者である初期長は、党国家を完全に支配しており、それゆえに事実上の行政権者であった。ありがとうございます。